桂ツラ歌丸、たまる、歌丸、カツラ歌丸、1936年、昭和11年8月14日から2018年、平成30年7月2日は、日本の落語家。以下は、15位。君党は朝日小受賞。本名は、椎内和夫。公益社団法人落語芸術協会会長、5代目、横浜にぎわい座館長、2代目などを歴任した。 神奈川県横浜市の各マガネ町、現、南区マガネ町の出身である。縄文は、丸に、横木工。血液型は、A 型。横浜市立横浜商業高等学校定時制を、中途退学した。五代目古今帝、今助の門下となり、古今帝今治を名乗る。後に四代目カツラベイマルの門下に移り、カツラベイボーを名乗った。当初は、 新作落語中心だったが、晩年は、廃れた演目の発掘や参遊亭、窓課長作品など古典落語に重点を置いて、活動していた。出林は、大量説。社団法人である、落語芸術協会に所属し、理事や副会長を歴任した。2004年に5代目会長に就任し、公益社団法人への移行後も引き続き会長を、務めた。また、地元、 横浜においては、横浜にイ座の二代目館長や、横浜橋通商店街の名誉顧問も務めていた。演芸番組、商店、日本テレビの放送開始から、大喜利メンバーとして活躍し、2006年、平成18年5月21日から2016年、平成28年5月22日まで同番組の5代目、司会者を務め、同日付で、 就身名誉司会社に就任し、没後は、衛生名誉司会に名称が変更された。日立国筑波郡、現在の茨城県筑波未来市にルーツを持つ横浜市、中区曲金町の遊女屋の長男、椎名貞夫と、千葉県市原市野瀬又の農家の娘、伊藤福の長男として生まれる。3歳で父を結核で亡くし、姑と折り合いが悪かった母が家を出たため、 9歳から父方の祖母種に育てられる。種、1879から1953は、三重県四日市市川原町で、名産品番子焼きの包装紙を扱う卸業、上州の長女で、16歳で横須賀柏木田遊郭の若葉郎で働き始め、30歳で結婚。大正時代には、吉原遊郭で、引き手茶屋、東屋を夫と共に営んでいたが、 関東大震災を機に、横浜マガネ町の延伸遊郭で、抽選屋をはじめ、昭和9年から、岩が中学に入る頃まで女郎や、藤二郎を、経営、近隣の、ローマ、イロハの女将と合わせて、マガネ町の三と呼ばれるほどの希少の女性だった。戦況が厳しくなり、母方の実家である千葉に疎開している最中に、横浜の空襲が起き、それをただただ見つめていたという。 また歌丸は、千葉初回中は、道端の草や、サツマイモばかり食べていたため、その影響で、終戦以降、私たね、サツマイモが食えねえんだよ、と、サツマイモが食べられなくなってしまったことをごていた。この空襲で、成果も消失したが、戦後すぐに種はバラックを建て、不二郎の経営を再開。店も繁盛したため、戦後の貧しい時代にあっても、食料に困ることもなく、 当時高価だったラジオも持っていた。このラジオでよく聞いていた落語に影響されたことが落語家になるきっかけとなっている。祖母に連れられてよく行った伊勢崎町の大衆劇場、四季島座で芝居の幕合いで見た漫才にも夢中になって漫才師になることも考えたが、わがままな自分にとって二人で演芸をするのは理かなと思ったことも落語家のきっかけの一つだという。 小学校4年生の頃には将来落語家になるとすでに決めていた。小学校の時に自習の時間になると落語を演じていた。これが非常に好評で、時には隣のクラスの先生から落語をやってくれいかと要請があった。横浜市立吉田中学校在学中に遊郭内の栄心診療所で行われた医療会の席で当時二つ目だった五代目。 春風亭流章の落語を聞いて、落語家になる決意を完全に固めた。そして、NHK の出版部にいた当園の親戚を通じて、誰に弟子入りしたら良いかを相談し、一番面倒見の良い人だからという理由で五代目古今亭います家を勧められ、中学三年だった1951年、昭和26年に入門することになる。ちなみに、 本人は、話し家になれさえすれば師匠は誰でもよかったとのこと。はじめに、兄弟子で、後の師匠である米丸の署名であった、古今帝今マを名乗る。その際今助から言われたことは、歌舞伎を見ろ。今助によると歌舞伎を見ることは落語に生きるからだと言い,い、実際自ら演じるキはそのエピソードを枕で、語っている。今助門下から兄弟子。 四代目カツラベマル門下へ移籍したのは当時芸術協会で勃発した交番序列問題や今助が新作派なのに対し講座で古典落語ばかり演じていたことに橋を発している。この一件で今時は波紋状態となり一時ポーラ化粧品本舗のセールスマンへ転職するが三遊亭戦は後の三代目立花の窓下の肝入りで落語界に復帰。 しかし、イマスケが付けた条件により、兄弟子、ベ丸マル門下となった、ベ丸マルも、はまっ子である。なお、歌丸の著書によれば、新師匠の米丸からは、入門に際して、寄席の初日と中日には必ず、イマスケ宅に顔を出すことを言い付けられたという。そのおかげでイマスケとは波紋以前と同様の関係を維持することができ、後日のように寄席などでの新内昇進工業や、 工場にもイマスケは出演している。米丸の弟子になって、古今帝今寺から、桂米坊ベイボーに改名したが、額のあたりが広くなってきた上に、周囲から、子供っぽい、と言われたことから1964年、昭和39年1月、現在の、桂歌丸に再改名。どちらも米丸が考案してついた名である。したがって歌丸は、東大が初代である。 歌丸本人は歌丸の由来を米丸に尋ねることはなかった。口調の違いがあったことから米丸はほとんど稽古をつけず、歌丸、米坊はもっぱら米丸のラジオ番組の構成などを手掛けていた。しかし、これで放送局関係等にコネクションができたほか、ネタ作りの鍛錬になり、古典の掘り起こしの際の一部解釈や、独自のくすぐりを入れたりするのに役に立ったという。 1978年、昭和53年に起きた落語協会分裂騒動の際、新しくできた落語三遊協会に五代目、三遊亭窓科学を通じて参加を要請されたが、歌丸自身は上記の経緯で米丸一門に移籍したと説明、参加を断っている。自身の弟子の講座名は、歌丸の歌の文字を頭につけることを原則としているが、 一番下の弟子であった三代目慶子太郎のみ、本人の希望により、二つ目時代は、丸のついた名前が欲しいとしたため、花丸を名乗らせていたとしている。歌丸曰く、学校の時の成績が、よっぽど悪かったため、名前だけでも丸が欲しかったのではないか、かっこ笑いとして、花丸になったとのこと。なお、あとの四人は、預かり弟子でもある、総領弟子の歌春。 歌丸門下になったと同時に、歌八に改名していたを含め、すべて歌坊の講座名である。妻の名前は、藤子、藤子という表記は誤り。1932年生まれで、歌丸より4歳年上。藤子夫人も、歌丸と同じく、横浜マガネ町の出身であり、歌丸の聖火の近くに在住していた。このため、師匠の今助から勧められた女性を断って、 顔見知りであった藤子夫人と結婚したと後に語っている。1989年、平成元年に歌丸がザ・フトン10枚の商品として獲得したクイーン・ウェルザベス2の夕べにて美女とクルージングをすることになったが、その美女として藤子夫人が登場している。後ろ姿のみで顔は出していなかった。その後も番組内で姿を表すことはなかったため、 商店では、謎のベールに包まれた人物とされいる。2007年、平成19年11月23日に行われた、歌丸の朝日賞受賞と、金婚式を祝う会では、公の場に夫婦揃って登場した。講座や大切で、しばしば共催として、本人や他のメンバーのネタにされていた。 歌丸最後の出演となった2016年5月22日の商店の生放送に観客として客席におり、その模様が歌丸優待特集の地上波日本テレビ系列及び BS、日テレの商店関連番組で放送された。前進番組の金曜夜席第1回から出演、商店になった後、 当時の司会の立川男子とメンバーの対立により1969年、昭和44年3月30日をもって一度、降板したが、同年11月9日に司会が、前田武彦に交代すると同時に復帰。その後も病気療養のため休んだ1985年、昭和60年4月7日4月14日、腰部脊柱管狭窄症の手術、療養のため休んだ2008年、 平成20年6月29日7月6日、及び肺炎に伴う入院が長引いたことに伴う、休園となった2010年、平成22年3月7日3月14日、肋骨骨折多で休園した2014年、平成26年5月11日から6月1日、インフルエンザによる休養で休園した2015年、平成27年1月25日2月1日、 手術後の体調不良で休園した同年7月12日から9月6日を除き、出演を続けていた。焦点がスタートした頃は、司会が立川男子であり、新内が男子と五代目、三遊亭円楽だけであったことから、引け目もあって、歌丸の雰囲気は陰気であった。これは男子が、ブラックユーモアを多くしろと言ったことも手伝った。当時歌丸が男子の言い付けで行った。 ブラックユーモアを理解したのはマスコミ関係者などであり一般には受けなかった。そうしたことから歌丸は自分が一年でも持てば良い方だろうと思っていた。これにより戦術通り1969年4月に番組の路線をめぐって歌丸を含めて男子にことを唱えメンバー全員が降板する事態に発展した。歌丸曰く前田武彦とは 畑が違うため番組内でのやりとりがちぐはぐになりがちだったといい、南信介が司会になった頃からやりとりスムーズになり番組の色や歌丸の雰囲気も変わったという番組中でも人気を博したのが三遊亭松園優との掛け合いであり松園優が歌丸をハゲと罵倒すれば歌丸はお化けとやり返しどんどんエスカレートするものであった 実際は、昭円優との不仲は番組を盛り上げるための番組内での演出であり、番組を離れての二人は一歳年上の歌丸から、昭円優が古典落語の稽古をつけてもらうなどしており、歌丸によれば、あいつとは打ち合わせをしなくても、アドリブでポンポン出てくるんですとアウンの中であったことを、うかがわせる発言をしている。歌丸曰く、 本業の落語より稼がせてもらったと語るほどと、小園優と仕事をする機会も非常に多かったが、地方公園に行った際に、駅のホームで二人が一緒に立っているのを目撃した、市長から仲悪いはずなのにと言われたことで、表立っては一緒にいるときは離れて行動するようになったという。歌丸曰く、小園優との掛け合いはものすごく受けたが、その時、 私は落語を怠けていると痛感し、落語をちゃんとやることにしたという。歌丸は、商点を務める中で、マンネリとの批判を受けることがあったが、これに対して、マンネリってことは、長く続いているということだからね。それに、批判するってのは、それだけ見てるってこと、あるいは気にしてくれているってことでしょとむしろ喜んでいた。司会者としては、舞台に並んだら、全員合格。 上も下もないという意識をメンバーに徹底させており、林や太平や春風亭翔太がメンバーに入った時もはっきりとそのことを言った。1973年、昭和48年に脱腸と2001年、平成13年に急性腹膜炎と二度回復手術を受けているが、いずれも番組に穴を開けることはなかった。1973年、 昭和四十八年の手術直後の神奈川県、伊勢原市での公開録画には、体調が優れない中で看護師同行の上で収録をこなした。この伊勢原での功録の模様を放送した、焦点は四十点五パーセントの歴代、最高視聴率をマーク。二千一年、平成十三年二月十一日放送では手術直後の収録で積み上げた座布団への昇降が困難だということで、 歌丸は座布団の後ろに座ってその前に座布団を積み上げるという方式をとって臨んでいる。2006年に腰部脊柱管狭窄症の手術を行った際は収録がない時期であり、2012年に腰部脊柱管狭窄症の再手術の際も収録のない時期に行った。その後、2009年、平成21年には排気腫に伴う感染増悪で入院。 50年以上にわたる、喫煙の結果慢性閉塞性肺疾患と診断される。この時も、焦点の収録のない間の入院で済んだため、番組を休園することはなかった。しかし2010年、平成22年には、今度は軽い肺炎を起こし入院。当初愛知県三好市での地方収録の前日には、退院の見通しであったが、大事を取って延期されることになった。 同年3月2日に行われた六代目円楽、襲名披露パーティは、一時退院の上で会見に臨んだため、同年3月7日、3月14日、放送分の焦点は、それぞれ目急戦と降落が、代理司会をする形で休援。同日放送分の焦点ジュニア、もう帰避さし、奥義が代理でナビゲーターをする形で休んだ。 大喜利では四代目三遊亭を演遊と、その後六代目円楽、楽太郎との罵倒合戦がおなじみであるが、新人時代にネタに悩んでいた六代目円楽、当時、楽太郎に対し、ネタは俺のことでいいからと提案したことに由来しており、番組上の演出である。基本的には、仲が良く、歌丸と六代目、円楽の二人会などで共演することは多い。円楽は、 円楽一門会所属のため、本来であれば、寄せでの興業が難しい六代目円楽の襲名披露を上席興業で実現させたのも、歌丸の尽力によるものだった。歌丸との縁で、円楽一門会は、落語芸術協会への合流も模索したが、芸協側の反対多数により合流を断念している。2014年、平成26年3月29日、 慢性閉塞性肺疾患の悪化で入院。5月1日に講座復帰したが、体調方針で再入院し、5月22日に退院。5月31日、復帰後初となる商店の収録を行った。6月23日のキノクニアホールでの講演には、車椅子で楽屋入りし、合間に酸素吸入器をつけるなど万全な体調ではなかったが、無事に講座をこなした。 この様子は6月25日にテレビ朝日ワイドスクランブルのコーナー情熱陣で放映された。同コーナー内での映画監督の井筒和幸との対談では今回の病気で引退を考えていたものの妻からあなたが落語やめたら張り合いがなくなると説得されて現役続行を決めたことも語った。2015年6月1日肺部ブジの手術のため入院。 同月9日に退院していたが、その後、体調不良となり、入院、休養することになる。商店の収録などの仕事も休む。22日、病名が、超閉塞だったことがわかる。同年7月11日、退院。8月8日の商店収録で仕事に復帰。講座にも、同月11日からの東京、国立演芸場中席で復帰した。 入院生活により足の筋肉が落ち正座をするのが大変苦しいとして、県内を使用したものの、当日の鳥として登場し、約1時間の講座を務めた。8月23日、日本テレビ系24時間テレビ38愛は、地球を救う内のチャリティー商店に司会として登場。長平足からの仕事復帰後では、初めての生番組出演となった。 9月13日、商店復帰の会が放送される。2016年4月30日、同年5月に商店が放送開始50周年を迎えることを機に、5月22日の放送をもって司会者を優退することを発表し、番組初の終身名誉司会に就任することとなった。2016年5月25日、文化庁が 歌丸の文部科学大臣表彰を発表。31日に文部科学省内で表彰式が行われ、長谷博士文部科学大臣から表彰状が贈られた。2016年7月26日、新橋演舞場で開催された、桂歌丸芸歴65周年記念落語会に出席したが、翌27日、長閉塞治療のため再入院したことを明らかにした。 8月5日に退院。8月11日、国立演芸場で行われた8月中席公演、カツラ歌丸花しか生活65周年、記念公演の初日に出演。講座に復帰した。2016年8月27日の24時間テレビ、愛は地球を救う39では、オープニングで、開会宣言を担当。焦点のオープニング風に、 開会宣言を行った。この年のチャリティーマラソンが、焦点メンバーの林や太平だったため、太平以外の焦点メンバーによるマラソン応援団の団長を務めた。2016年12月14日、定期検診で軽度の肺炎と診断され、入院。21日に退院し、22日に群馬県緑市の眺め余興場で行われた。 桂歌丸芸歴65周年冬の特選、大落語会で講座に復帰したドクターストップを振り切っての退院だったことを明らかにしている。2017年1月1日、新宿末広亭正月初席初日に出演したが、翌2日に肺炎で入院した。18日に退院。22日、神奈川県平塚市で行われた新春落語会で、 講座復帰した。2017年3月18日放送、12日収録の古立一郎賞、テレビ朝日の番組内で引退を検討していることを明らかにした。2017年4月16日、肺炎のため入院し、国立演芸場の4月中席は16日から20日まで休園、26日に予定されていた、 桂歌丸講座65周年記念落語会、中野ゼロホールは公演中止取った。今回の肺炎は酸素の過剰吸引に誘発された稀なケースであったとされている。5月13日に退院。6月3日の春風抵抗朝との二人会で復帰の予定だったが、前日になって体調不良のため休園することが決まった。 サハ炎エン呼吸不全の急性増をと診断され、再入院。14日に退院。この日出演予定だった落語会特選匠の話し会では、開演前の舞台に立って挨拶を行った。2018年4月19日、国立演芸場にて行われた芸協定席工業で、小間物や聖壇を講演。これが生前最後の講座となった。その後、 同月24日に肺炎が重篤化し、横浜市内の病院へ入院。6月15日の芸協定期総会で副会長として補佐してきた三遊亭子ユーザが歌丸の長期療養中に伴い、副会長在職のまま会長代行に就任した。最後のテレビ出演は2018年7月1日放送の猛商店であった。 同年7月2日11時43分、慢性閉塞性肺疾患のため、横浜市内の病院で死去。翌3日、歌丸が生前所属していた、落語芸術協会を代表して、三遊亭小遊座会長代行、副会長、春風亭翔太理事、歌丸の弟弟,弟子であった、桂四之助理事、総領弟子であった、桂歌春理事が揃って会見し、 歌丸の思い出と死去に至るまでの経緯を語った。それによれば、歌丸は入院後間もなく一時帰得状態に陥りながらも持ち直したこと、6月30日までは会話ができていて、6月26日に病床の歌丸を見舞った子ユーザーに大使芸響の今後について熱弁を振るったこと、7月1日には言葉が出なくなり、家族と歌春ら弟子に最後を見取られて、 息を引き取ったことなどが明かされている。また、六代目、三遊亭円楽はマスコミ向けのコメントの中で、入院後の4月と5月、死去の12日前にあたる2018年6月20日に、病室を見舞ったことを明かした。4月に見舞った際には、目が合うだけで会話できなかったが、最後に見舞った6月20日には笑っていろいろな話を、したことや、 復帰に向けた喋りのリハビリの様子を見せてくれ、回復していると思った矢先の不法であったため、言葉にならないとその心境を記した。円楽が最後に病室を見舞った際には、焦点の番組関係者も同行してその様子をビデオ撮影していたため、2018年7月12日に日本テレビ系列で生放送された追悼特別番組で、 歌丸生前最後の映像として放送された。法名は、マゲイン釈歌丸、シンゲ、イーイン尺加岸。1964年から親しまれてきた芸名に、長年にわたって芸ごとに真摯に向き合い続けたことと、横浜市内のマガネ町で生まれ育ったことから、ゲと真シンの文字が入った。同月9日に、通夜、翌10日に、家族葬が営まれその日のうちに、 横浜市内の斎場で、ダビンに付された。同月11日に、江北区の明蓮寺で、芸協、椎名剣合同の国別式が行われ、師匠の桂米丸、落語協会会長の竜亭芝、林家木久仙が、長寺、友人を代表して、中村吉右衛門が挨拶、落語芸術協会を代表して、三遊亭子ユ座が謝辞を述べた。 2018年7月22日より、戦術通り商店での肩書きが、終身名誉司会から、衛生名誉司会に変更された。日本政府は、没日付で、15位に除した。歌春より前に2人ほど弟子を取っていたが、見習いの時点でやめさせている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。